ビクトルルイスこと、ビクトルルイス・シュアブ・ザンブラウスカスは、ブラジルトリトアニアのサッカー選手。ポジションは DF。アソシアソン、ポルトゥゲーザジデスポルトスの下部組織でサッカーを始め、2003年1 0歳で、SE パルメイラスの下部組織に移籍した。パウメイラスのユースでは常にレギュラーを張っていた。2012年7月に1年の期限付き移籍で、FC ポルトビーに加入。 8月12日に選手初出場を記録した。同月末にはフリーキックから選手初得点を記録した。2013年6月、FC ポルトビーからパウメイラスに復帰すると、ジューソン・クレーナ監督によってトップチームに昇格、しかし起用されることは全くなかった。パウメイラス初出場は2014年3月9日でブルーのセザルに変えての途中出場であった。 カンピオナートブラジレーロセリエ A では5月18日にウィリアム・メンディエタに代わって途中出場し初出場となった。同年7月30日には2017年まで契約を延長した。パウメイラスでの初得点は9月17日であった。翌2015年にはカンピオナートブラジレーロセリエ B のセアラー SC に期限付き移籍。 2016年から2017年にかけては、ボタフォゴ FR に期限付き移籍した。2020年に再びボタフォゴに期限付き移籍した。ブラジル生まれではあるが、リトアニアの血を引いているため、2017年にエドガラス、ヤンカウスカス率いるリトアニア代表でプレーするのではないかという噂が、ブラジルメディアの間で流れた。報道によれば、 すでに監督がコンタクトを取っているとのことであった。ありがとうございます。